さあ、10月の14日第後期第4節かな、第6、5節ですかね、1試合目はディアブロ前半戦のキックオフです。はるか見ててさあ、中谷と稲毛最初ベンチスタート今日は新人になんと宮崎の豊昇高校、うちの後輩の直樹くん登場。タモちゃん前線から行く、滑りそう。やばい、もう充電がなくなってるやばい、次のやつ持ってこよう。あるある、長谷さん持ち取ってて、ちょっと充電見てくる。やっぱ低いね、カメラが低いね。低いよね、うん、そうなのよ。これ他の2つ上がるんだったら上げちゃった方がいいか。上げちゃってもいいんじゃない。いや、ちょっと分かんないけど、ただ、後半の時にね、チェンジの時にここがうまくいけるからね。これは厳しいかもしれない。逆にダメ、うん、こうしてやるっていう感じじゃない。きついでしょ。いや、これは別に楽だよ。うん、飛んでいきましょう。まだまだ全体でいいですか。はい、みんな次のプレーで変わりましょう。変わりますか。次で変わりますか。はい、俺も頑張れ。保つ、持った保つ、後ろ出せ。ハイティーボール、タモちゃん変わる気忘れてるタモちゃん変わるの忘れてるよ。はい、裏変わらず。これ難しいからね。難しいですね。本当だ。ナイスシュよし。
バックバックバック。レスケうわナイスキむずいなこれ。ナイスシュー、ナイスシュー。なんか本体をこれないんですよ、出ないらしくて、壊れてて、あ、本体を押さえる、そこを押さえつつみたいな、はい、ちょっと難しいんですけど、すいません。ボールが伸びるから難しい、めちゃめちゃ難しいですね、伸びたと止まりますよね、うん、後半結構相手疲れるかも。そうですよね、ボールこんだけ回してるから。イエイ、よくあれできるな。ボールスロー変わりに変わりか、気をつけてよ。いいよ。いいよ、大丈夫。ちょっと待ってね。OK、ダムちゃん。一回守ろう。まあ、入らない。いやー、ミスったな。今年、うん、ねえ、パーツよ。横行って、横行って。いや、いいよ。やばいな、あけん、やばい、やばい、大丈夫、一回休憩、大丈夫、ナイスプレーよ、惜しかった、ナイスプレー、うわ、痛かったね。まだ前半のゆっくりしよう。さあ、前半残りわずかじゃないですか、あと今7分経過、残り2分半、さあ0対0、
始めます。うわナイスエンス。ナイスナイスキー。結構痛いね。さあ来た。いやー見えない。タモちゃんゴール。タモちゃん、タモちゃん得点王が見えてきた。あれはタモちゃんじゃないの。あだよね。さあタモズ大丈夫。まだだって、まだ大丈夫。これないから一回止め、止まりいいね。さあ前半終了。あ、一回止めた方がいいか、ごめん。見てよ。